中学ということで、私茂木耕作がご案内いたします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ、1回目ということなんですけど、最初にちょっとね、皆さんいろいろわけわかんないことを言われて面食らったと思いますが、まあ、僕の会のね、ローカルルールをちょっと言っておきたいと思います。毎回ですね、レポート用紙だけ紙で配りますけど、テキストは皆さんとも言ってるように PDF でダウンロードしてもいいし、自分で印刷してもいいですけど、まあ、そういう感じでいきますんで、それでレポートの提出はやったらその日に出して、それでおしまいです。あとの宿題とかなしね。で、出し方はですね、まあ、いろいろ書くじゃないですか。いろいろ書いて写真に撮ってですね、写真に撮るじゃないですか。こうやってこうです、まあ、隠しでもいいですけど、はい、カシャって撮って Facebook にアップします。で、100点です。これからいいねってしたらいいねで100点です。はい、で、中身はね、別に皆さん何を、まあ、いろいろね、やってもらって、ガイドに従ってやってもらいますけど、まあ、合ってるとか間違ってるとかあんまり気にしないでください。で、まあ、とにかく一生懸命考えて、あ、これはこういうことだと分かったと、こういうことだなと、まあ、いろいろ考えたことを、まあ、書いてくれればいいです。それで、まあ、だから今までいませんけど、今まで何百人か見てきて一人もいなかったけど、もし白紙で出したとしても俺は100点です。だけど、ただまあ3時間も4時間もせっかくね、やって、お前の人生白紙かというのも恥ずかしいから、みんな必死に書くんですよ、なんだかんだ。まあ、そんな感じのルールになっております。それで、今日お外に出かけてってですね、気温とか気圧とか風とか、まあ、もう本当クソ寒い中ね、俺も行きたくないんですけど、まあ、それ測ってメモして、帰ってきて、でちょこっと全体見つかって計算してみたいな感じで、で、まあ、お手伝いしていただくのがですね、ソフィーのちょっと自己紹介しましょうか。ちょっとその前です。ソフィーも何年前ですか？今 M1 なんで4年前。4年前に受けた授業とはもう全く違いますね。そうです。あ、そうですね。はい、はい、じゃあ、まあ、ちょっと名前だけ。はい、一応小学園研究室に所属しています。大学院1年の松井と申します。ソフィーは完全に相性なんで入学式をサボってソフィアも通ったんです。サボったんじゃないです。はい、皆さんソフィーで呼んであげてください。まあ、彼女がお手伝いしてくれます。それで、ですね、まあ、この授業はですね、全員100点って決まってるんですけど、全員100点って決まってるんですけど、まあ、僕が3回通じてですね、じゃあ何を問うかという話をちょっと最初にしていきたいんですけど、僕が最初メールを送ったビデオを見てくれた人います。まあ、いないかもしれない。いないだろうなと思ったんですけど、まあ、ちょっとわけわかんないことするよっていうビデオを送ったんですよ。ほんでね、何に話したかっていうと、まあ、この中で先生になるっていう人はどれぐらいいるんですか？ほぼ全員ですか？先生以外の職業をちょっと今考えてます。います。それ何ですか？特に決まってないけど、先生じゃない方がいいかなみたいな。はい、わかんないですけどね。はい、まあ、このクラス先生になる人が多いっていう話なんですけど、まあ、学芸大に来てこのプログラムを教員養成課程を受けると先生になれるってことになってますけど、しばらくするとですね、先生になるために求められるものはもう間もなく変わるんです。変わるんだけど、ここの学芸大で教えれることは変わらないんです。
多分みんな困ると思うんですよ。卒業した時に変わる、いきなりルールが変わって、でも卒業するまではこの試験を取ってね、この単位取ってね、この点数を取ってねって話でこうみんな一生懸命勉強するんですけど、いきなりルールが変わって多分困る世代だと思うんです。で、まあ、だからといって、まあ、授業ちゃんと受けた方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっと変わルールが変わった時も使える話の方がいいかな。で、何がじゃあ変わるかというと、どの教科のどの先生になろうとも必ず3つこれは共通して求められます。もう決まっていいです。文科省、国の方で、まあ、いずれこういう方向にしていきましょう。で、一つは表現する力がある人、表現する力がある人、正しい答えを書く人じゃないです。正しい答えはググったら出る。わかります。答えはもうみんな知ってるんです。ググったらみんな知ってる。それを表現できる人が求められるんです。わかりますね。だから教科書はもうみんな覚えてねって話だけど、別に先生じゃなくてもいいじゃんみたいな話になっちゃう。まあそれはわかりますよね。で、そうするとその表現する力をつける土台として、じゃあ何がいいかと、二つ目が推論する力です。こうじゃねえかな、この人はこういう立場だから、この人は先生を目指してるからこういうことを知りたいんじゃないか、これ推論です。それがどれぐらいできるかっていう力が求められるんです。まあ、当然ですけど、で今でもそうなんですけど、実際なかなかそういうトレーニングをしないまま先生になるんですよ、今までとは。でそれは問題の熱で今変えようとしてるんですけど、で最後3つ目がその表現できて推論できたら、結局特に先生にも絶対そうですけど、これ絶対いるんですよっていう力がですね、関わる力です。だから男女もあるし、年齢も小学生中学生あるし、性格もいろいろじゃないですか。でどんなキャラクターのやつとも、だからおてんばもいれば、ね、やんちゃな人もいるし、おとなしい人もいるし、なかなか喋ってくれない人もいたりとか、まあ、いろんなキャラクターいますよね。でどんな人にも関わっていかないと教えれないんですよ。でその力がない人は厳しいわけです。もうどんなに物知ってても、それ厳しいと。すげえ知ってるんだけど、結局あいつが知ってることはググれば分かるよねって話になると、その表現できない、推論できない、関われないっていう人は厳しいわけです。なので、まあ、それ何かしらトレーニングした方がいいよねと思ってですね。で僕はまあ、一応ねこれは気象学 の枠ってことになってるんで、気象をネタにしますけど、レポートを通じて表現する力と推論する力と関わる力をつけるためにやってると思ってください。で、ちょっとね、一番最初に表現してみましょうかという話なんです。表現してみましょうか。自分の思ったことでいいですよ、さっき言いました。じゃあちょっとね、今から全員に聞きたいので、全員ちょっと立ってみましょうか。はい、早く言った方が得ですよ。一番最後になるとだんだんハードルが上がってきます。はい、まあ、別に何でもいいです。とにかくこのね、お天気プログラム、このわけのわかんない男がですね、引き連れられていろんなとこ行きますけど、まあ、自分はどういうプログラムだったら望ましいかと、これでいいです。自分の願望で結構です。わかります。いや、実現されるかどうかわかんないです。だけど、世界一なお天気プログラムだったら俺は受けたい、私はそういうのがいいっていうのをここに入れてください。はい、早いもん勝ちで、どうぞ。はい、どうぞ。はい、楽しい、あ、楽しい、楽しいやろ、そうは、まあ、世界一楽しかったね。はい、はい、愉快な、はい、はい、新鮮、新鮮ですか、これ。ためになる。ためにならないのは受けたくないですね。はい、はい。わかりやすい。わかりやすい。わかりにくい授業もありますよ。
さんなのにね。盛り上がっていきましょう。はい、はい、ありがとう。はい、魅力的な、何に魅力を感じますか。何に魅力を感じますか。はい、考えてください。素敵な、どんなのが素敵だと思いますか。ね、それも表現なんですよ。素敵っていうのはまあみんな知ってるけど、何が素敵か分からないですよ。ゆるい、ゆるいのね。どう考えてもゆるいです。はい、はい、おしゃべりができる。おしゃべりしてる。おしゃべりしていきましょう。はい、役立つ、役に立たないのはやらないね。できる人ない。はい、はい、ありがとうございます。はい、自由な、自由な、不自由ですか。いつも不自由されてる。はい、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 ありがとうございます。はい、もうなんか今日すごいね、全員言ってるわけです。まあ、簡単な、難しいのは厳しい、いや、嫌なんだ。簡単にするにはどうするか考えましょうか。はい、はい、楽なん、楽なんもやめるよね。楽にするにはどうしますかね。楽できる人って賢いやつだと思うんですよ。頭いいんですよ。そういう、だから楽するにはどうしたらいいかなって考えてるやつは結構頭いいんです。はい、ありがとうございます。はい、はい、いけてる。どういうのがいいスマートな、つっかえたりとか噛んだりとかしないんですよ。食パンから買いまくりですけど。はい、ありがとうございます。はい、斬新、今までなかったような体験がしたい。斬新、どうなの。斬新していきましょうね。はい、はい、はい、すごいね、全員って言うわけだからこんなことは初めてだろ。元気な、元気な元気よくいきましょうか。よろしくお願いします。はい、はい、改正の改正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 改ヘンテコなのがいいんですか。世界一ヘンテコなのがいい。気になるから。ヘンテコだと逆に気になる。普通だったら正しくても気にならない。ヘンテコ聞きましょう。はい、え、そう、眠いんだね。よほど今日一元なんだったの。一元はバンクショップの職業演技。即興できるのよ。毎回即興ですからね。喋ること考えないで。はい、はい、疑問も残らない。気になることがあったらそのうちで解決できる。あ、すっきりしたいんだ。どんな疑問、全部解きたい。はい、なるほど。小学生にも理解できるやつがいる。わかりやすい。小学生に全然教えないから。はい、なるほど。はい、教育に近づける。全然足りないんですかね。何の先生。理科できたらいいんだ。無理だと。ああ、なるほど。はい、有意義な、有意義な、有意義じゃないものはどういう感じなんですか。先生の話をただ聞いただけみたいな。それで有意義じゃない。なるほど、気持ちすげえわかる。はい、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 驚きがある。驚きがなんか驚いたことありますか。特にまだない。驚き探していきましょうか。はい、はい、はい。
素晴らしい。どういうのが素晴らしい。今までで一番素晴らしいと思ったことがあるんですか。次じゃん。ああいうのは素晴らしいよね。やりたいことができたとき素晴らしいと思う。はい。疲れる。疲れない。自分が得意なことになるんですけど、教えるって立場になるするじゃないですか。そいつがやる
体験がいると、そもそも。だから気温とか風とか気圧とか今更なんだよみたいな話なんですけど、じゃあ実際測ったらどうなんだと、驚きがあるのか、意外はあるのかっていうね、あるんですよ、これあるんですね。それをね、実際ね、測りに行きましょうよっていう話です。で、今レポートレーションの 一番上に、まあ、名前と何だかんだってありますけど、予想ってあるじゃないですか。予想これね、とりあえず書いてみましょうか。適当でいいですよ。適当な感覚でいいです。ちなみに、まあ、部屋の中はね、外、めちゃめちゃ寒いですけど、外の予想を書いてください。部屋の中はどんなもんかというとですね、部屋の中はこれ気温20度ぐらいです。今これぐらいで20です。20度前で、湿度がどのぐらいなのか。湿度が 27% なんで、この教室長く。それで、気圧が1001ヘクトパスカルです。ここで。で、まあ、適当な予想でいいです。で、当たっても外れても気にしないで、自分はこうだと思うっていう数字を書いてます。
C 班ね。C 班です。はい。はい。C 班。で、D 班。はい。じゃあ、 メンバーのね、名前をとりあえずお書きいただいてですね。前の方に座った方がいいよと言ったのは、まあ、これが理由なんですけど、まず AB 班から先に行きます。 AB 班は名前が来た前に来て、 A 班はソフィーの前に、 B 班はここの集合です。で、C 班と D 班は金曜日の日ですね。お待たせいたします。しばらく自習でもいいし、遊びに行ってもいいです。はい、目標が2時ぐらいを目指して帰ってきますけど、まず2時で3人で早く帰りたいんですけど、まあ、それぐらいには何してもいいです。一応僕のおすすめを言いますが、楽単早く終わりたい人、素早く終わりたい人、楽にしたい人はテキストをひたすら読んでる人は終わるのが早いです。終わるのが早い。先を読んでる人は終わるのが早いんですよ。勉強法を見て出てきてる人は傘持ってくる。先を読んでる人は早いんですよ。はい、じゃあですね、 C 班、 D 班、それもお待たせしますので、 B 班、A 班、 B 班、素早く行きましょうか。はい、 A 班、 B 班、 C 班、 A 班、 苦手なんだけどさ、苦手なんだけどさ、Yeah.